こんばんは、藤原まりなです。毎週金曜日に無駄なものを作ってアップしているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、今回は結構コメントとかでリクエストがあったルームツアーをしたいと思います。ルームツアーに レッツゴー。はい、ということでここが玄関です。それではルームツアーに行きましょう。はい、キッチンとかがあるところなんですけど、見せられないぐらい汚いです。はい、そして私が撮った写真がここに飾ってあります。この扉を開けると皆さんがいつも見ている動画を撮っている部屋になります。はい、ということでここを紹介したいと思います。まあ一番上はいろいろと皆さんが見たことあるものだと思います。こちらは松坂桃李ですね。3段目はおもちゃ類ですね。これは知り合いからもらったんですけど、サーキットベンディングっていう音の出るおもちゃの回路とかを改造してノイズとかを出すっていうものです。こんな感じです。これとかもたこ焼きマントマンのやつなんですけど、有効ボードをつけていて、ここにいろいろなものをかけてます。これは自分でつけたテープホルダーです。これはすごいね、取り出しやすくてめちゃめちゃ気に入ってます。いろいろな本がたくさんあるんですけど、どれが一番いい本だったかって、これですね。夏謎大爆発 CD がここにありますね。プライマルスクリームとかジーザス&メリーチェーンとかサケロックとか、私がすごい好きなイギリスのドラマ、ドクターフーっていうドラマの、もう50年ぐらいやってるドラマなんですけど、それのおもちゃです。これだけすごく欲しくて、今年の誕生日プレゼントに姉におねだりして買ってもらいました。もうこれだけ。部屋を見ていただけましたが、いかがでしたでしょうか。ゴミばっかりでしたね。今回はちょっと皆さんに最後に聞きたいことがあって、YouTube ライブっていう生配信のやつがあるんですよ。 YouTube に生配信のやつが、なんか私もこう生配信をやってみたいなと、生主になりたいなと思ったんですよ。何やっていいかちょっとわからなくて、ほんとね、こういう他力本願のところ自分でも嫌いなんですけれども、藤原まりなにこれをやってほしいみたいなことがあったら、ぜひコメント欄や Twitter のリプライとかでぜひ教えてください。それでは今週もご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。